メッセージです。おどうリーパー1分に1回シリーズ京グマチャンネル超やってますね。はいはい、その中でちょっと究極系でございます。お4人で1分に1回辛いもの、甘いもの、苦いもの、酸っぱいもの、どれが一番食べ続けたら辛いかー。僕と勝也で一回やったことがあるんですよ、はい、どっちが辛いかっていうので負けました僕がその時、はい、辛かった。珍しいね負けんの。クマが、うん、あのマグマみたいなやつ残してたの。そのマグマを舐めて胃がやられて苦しんで終わったんだ。さらに酸っぱいものと苦いものを足して、うん、1分に1回出され続けるっていうのをやるんですよ。これね、食べ続けたら何が辛いかってね、永遠の悩みですよ。好きなものを食べ続けたら嫌になるとか、うん、じゃなく、はい、これ嫌いなものなんで、うん、みんなが平等に嫌いなもので、Z クルーは辛いものが苦手。苦手で、僕は苦いもの普段食べないんで結構苦いものだけを用意されました。で、エイジが酸っぱいものでございます。この世で一番嫌いなって梅干しなんですよ。あ、そう、クマと一緒じゃん。酸っぱいものがすごい苦手だ。もうギブアップでいいですか。いや、頑張ってください。で、アルちゃんが甘いもの、はい、はい、苦手なんでしょ。あるよね、なんか辛いの好きな人は甘いの苦手説あるよ。あるあるある、あるよ、ね、味覚がそっちに吹っ飛んじゃってるから甘いの感じなくなっちゃって、うん、逆になんか甘ったるさしか感じないみたいな。うん、何なんだろうね。もう真面目だね、ちょっと。どうしたどうした。タジリみたいな真面目。タジリみたいな真面目ですよ。おぉ危ないよ。でも真面目だよね。真面目じゃない。真面目じゃない。してんの。一番ヤンキーみたいな。ヤンキーじゃないから、始めましょう。怖いです。という感じで、はい、今から、まあ、田尻君ゲームマスターに1分に1回出していってもらって、はい、食べれなくなった人や食べきってなかった人がビリでございます。でもみんな苦手なものが揃ってるから、うん、だってずっと苦いんでしょ。何も満たされないじゃん。一番かわいそう。一番何も満たされない。水が用意されてるんですが、はい、食べる時に水を飲むのは禁止です。食べ終わってゴクンってやった後に水を飲むのはありです。それでは1分に1回甘いもの、辛いもの、酸っぱいもの、苦いもの、どれが一番耐えられないのか、はい、形状スタート。よし終わった。お願いします。はい、やるちゃんかな。チョコパイです。え、超いいじゃん。お、いいだ。え、チョコパイいいじゃん。いいじゃん。酸っぱいのがカムカムレモンです。カムカム、うわ、カムカムレモンじゃん。酸っぱいわ。すげえ酸っぱい。これカカオの多いチョコレートです。カカオ多いってどんぐらいだ。ナッパ 90% です。やばい、やばい、そりゃ苦いわ。こちらキムチです。キムチ一番緩いんだよ。良いですか。いいですか。なんですか。俺なんで二つだの。量の問題だよ。お前この差見てみろ。じゃあ二つで許せ。タジリ文句言わないの。本当だよ。ゲームマスター真面目なんだから結構やれちゃうんだから。そうですね。タジリはすごい真面目だから優しくやんないと。ごめん。タッちゃん。後からどんどん強くなっていくので。おわ。覚悟してください。ね、ほらこうやって突っ込まれてもゲームの進行しかしない。真面目な証拠です。どうしたんだよ。それでは行きます。一時で。よーい、スタート。ああ。まあ、うまい。うわっ、入ってかないんだけど。あっ、お前さすがにお前俺だか狙おうとすんじゃねえ。これカカオね、食べ過ぎたら口入ってかなくなる。あ、はい、次のメニューです。はい、はい、はい、では甘いのがシュークリーム、酸っぱいのが須田子さん、苦いのが生玉ねぎ。うわー、やばー、これ一番かわいそうなんだけど。おリーバイちゃんの辛いものがカルムジョです。やった。苦いのってこういうのしか出てこない。そしてさ、待って、 Z クルーだけ弱すぎない。弱いよ。もう弱すぎでしょこれ。俺が本当に苦手なの知ってくれてる。人に合わせてレベル変えてるってこと。俺ぐらいだったら生玉ねぎ食る。それでやってやろうじゃん。おー、やばい、やばいよ。さすがリーダー。ちょっと生玉ねぎはねえだろこれ。もう初めて1分経ってるもん。あと30秒ですよ。やばい。あ、辛いわ。辛いもんちょっとこんな辛かったっけ。絶対こっちの辛いから。もうちょっと待った。気をつけろ。今日ごめん、あのこっち見て喋んだんで臭いから。うわ、超逃げし辛いし。はい、では次のメニューです。はい、では次のメニューです。おい、なんで俺生の葉っぱなんだよ。俺の難易度だけどうなってんだよ。加工したもんよこせ。ふがし、これは干した梅干し。ふざけんな。出ないから。ルッコラだと見たいよもう。ちょっと待って、俺だけずっと当たりなんだけど。普通に一人だけうまいもん食べて。やったー。じゃあ30分経っちゃうから急がないと。はい、いただきます。あ、酸っぱいの、酸っぱいの食らってる。いただきます。あんめ、うん、まい。うまい、にっか。ルッコラってこんな、にっか。あなたも大概ですよ。大概うまいんですよ。ふがしなんて甘いの苦手ですよ。食べれるじゃん、ふがし。え、待って待って、全然俺もう
できないんだよ、普通に。ちょっと自信ついてきたな。え、つらっ。何の自信ついてるの。自信つくような食べ物じゃないでしょ。何それ、俺。なんだから、いきなり葉っぱが終わってんだよ。しかも枯れてんだよ。でもさ、せめて枯れてないの横そうよ。はい、これがクッキーです。はい、で、ラッキョウにクレソンにお菓子の唐辛子です。あ、これは辛い。ちょっとレベル上がってきてるんだよ。そう、はい、怖いわ。レベル上がってきてますよ、はい、レベルずっと高いですよ、こっち見てよ、これきょんちゃん、時間あるから。うわ、これ辛い。あ、やばい。苦っ。なにこのお菓子。うわ、苦っ。うわ、苦っ。水飲んだら、もっと辛い。あ、汗かいてきた。あ、辛い辛い。いえ。こいつすげえ癖になる。うるせえな。たまにしょうがねえだろ。いやじゃない。ああ、俺これダメだ。ずっと本当に苦いから怖いっつうの。続きまして、こちらショートケーキピクルス。おー、いいね。焼きゴーヤです。辛いせんべいです。ゴーヤだと。やばいやばい。ちょっとやばい。口の中がね、苦すぎてね、なんかピリピリしてきてるの。辛みじゃなくて。いただきます。あ、うまい。甘っ。辛っ。うわ、やばい、これ、ま、さっきの干からびた葉っぱより全然マシ。あー、これきつい。あ、やばい、これ。はぁ、そろ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 やばいんじゃない。うん、こいつ怖い、こいつ一番怖い。レベル高えよ。いや、何かかってんのこれ。土かかってんじゃん。はい、じゃあこちら、あんこのお餅です。レモンです。レモン食い物じゃないでしょ。ね、こちらが先ほどのチョコレートにコーヒーをまぶしました。で、こちらが唐辛子です。ね、俺の何なの。いや、俺の土かかってんだけど。これこのまま食べるもんじゃねえよ。量多いし。いただきます。いただきます。うわ、苦っ。あー、あっ、うわっ。頑張る。おお、かっこいい。玉ねぎからスタートした。うわっ、エイジ来たぞ、ついに。え、何。おい、ざっけんなってめえ。おい、よし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 、ここに来て。国語力。おお、生玉ねぎやめとけっつってんの。なんかで、また土かかってんだろ、これ。チョコアイス、こちら梅干し、わさびです。いや、ちょっと待った、これ、あの、これギブか、これ。ギブ。生玉ねぎは結構やばい。あー、生玉ねぎ、待って、これマジやばい。あー、それ多分飲み込むまでに時間かかるから、行くか行かないか考えた方がいいと思う。ギブ、ギブ、ギブ。じゃあ、絶対これギブで。え、続ける続ける続ける。俺、これグラッとグラッと、ギブあるかも、ギブあるかも。大丈夫。ああ、エイジ大丈夫。ああ、やばいやばい。落ち着け。逃げー逃げー。クルーがギブしたよ。ギブした。じゃあ一番辛いのは検証結果、辛いのということで。オッケー。ああ、これまだ続くの。やっべえ、マジ。おい、端っこのじじい一番楽そうじゃないか。だってみんなの実況するくらい余裕あるもん。まあ、そう。エイジもうさ、最上級来ちゃったじゃん。これ以上なくない。お前、味覚の問題じゃなくて、ただ苦手な食べ物だ。食べたよ、俺頑張ったよ。おい、また葉っぱきたー。いえー。はい、ではこちらからシュークリームにチョコレートソースを。余計なことになる。はい、でこちらがクレソンにお茶っぱかけました。ではどうぞ。クレソンとお茶っぱ、これも合うんじゃないかな。お、大丈夫か。なかった。まずい、まずい。かあ、やっべえ。くっそ、お前口の中やばくない。俺ちょっと一個こっちずれてくれ。くっせ、人間青汁。ああ、ちょっとでも俺かすかに気分悪くなって。かすかにって何なんだよ、マジで。ちょっと難易度が違いすぎて。おお、ふがしに生クリーム、タコにレモンが絞ってあります。生ゴーヤです。待って待って、生のゴーヤって俺さ、意外と食べたことないんだけどさ、どんなもんだろう。苦い、超苦い。生ゴーヤやべえな、この青臭さも相まって。やばい、なんかもう味覚が。
行くぞ。なんか見た目グロいな、こうやって。ほんと。これやるぞ、こいつ、ワンちゃん。ワンちゃん。やばい、やばそう。うわぁ、きつそう。大丈夫か、ギブアップする？ギブアップ。うわ、殺しに来た、マジで。はぁショートケーキに蜂蜜、梅干しにお酢をたくさんかけます。頭おかしいぞ、本当に。ルッコラにコーヒーを。ルッコラおい、俺ルッコラ嫌いになるぞ、今日。うわ、匂い酸っぱ。はい、ではどうぞ。ワンちゃんはエイジのギブアップ求めて、エイジのギブアップ待ってるから俺。あー食べちゃったらもう負けだよ、俺が。よしよし、行くぞ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 、行きたくない。あーあーあのなんかあれあー俺でクソまずいもん、一分一回でこれグブグブグブ、本当にグブ、本当に本当に本当にやれちゃんがギブしました。本当にあ、本当に本当にこれルッコラに負けんじゃねえ。やってやろうじゃねえか。もう来ちゃうよ、次。あと何分？はい、お待たせしました。あと何分？はい、ではこちらレモンにお酢をかけて。頭おかしいんだってお前、毎回。はい、こちら生玉ねぎに抹茶を回しました。来た来たよ、俺、きょんちゃん。はい、では、よーし、スタート。きょんちゃん、君の好きなやつ来たよ。もう俺、梅干し食ったから、もう何でもいける。もう。うるせえな。濃いわ、顔が。ギブアップ！ごめんなさい、ギブし、あの、僕もう、あの、こ、そう、すごいのも危なかったー！殺しに来てるじゃん。タコにバルサミコ酢ソースです。やばこれ。お前ね、一つ言うよ。これ普通にうまいぞ。バルサミコ酢ソースを頼んでうまいぞ。食べてみ。食ってリアルな感想言ってみ。うまっ、うまいっていう感じで、一番辛い味覚が辛いで、2番目が甘い、3番目が苦いでした。すごい辛そうなのだったらチャンネル登録、高評価出てくれると、やるぼチャンネルは概要欄にいろいろ貼ってきます。で、皆さんこの目見てみてください。この中で一番辛そうだなと思ったものを教えてください。それでは、みんなが全力で楽しめるかい。ちょっとどうやって持てばいいんだ。うん、どうしたの。いや、本当にあのもう植え付けられてると思う。あー、このいいよね。マジじゃん。大丈夫。うわ、なになになに、どうした、どうした。なになに、ちょっと待った。なに、どうした。怖い怖い。どうした。え、もしかして嫌いになっちゃったやつ。やばい、やばい。うわぁ、おえつしてるけど、めっちゃ。大丈夫、匂いがね。ちょっと待って、ちょ、これで匂い嗅いでさ、一回落ち着こう。どう、香ばしいのも落ち着くよ、これ。うわぁ、てめぇ。サムネ、はい、サムネです。あの、辛いの。あー、やばい、ちょっと嗅いちゃった。